よし。やりましょう、やりましょう。どうも、シンビスト、石田隆寛です、えー。今日はパーカーじゃなくて、スウェットバージョン、フードがありません。<laughs> っていうのはどうでもいいかな。<laughs> えっとですね、今日は1月のイベント情報といいますか、えー、私の出没情報を1つだけご案内さしあげたいと思います。来週ですね、来週の 19日金曜日ですねえー、っとまた、えー、宝塚の「洋酒園さんに、えー、一日、えー、立たしていただきますで、まあ、今お店の方ともお話ししていて、えーまあ、今回は講習会といいますかえー、っとまあそういう教室的にするのもいいけどちょっとこうなんていうかな お茶,お茶でも飲みながらこう座談会的な、えーっとまあ、来てくださった皆さんとほんわかと審美、えー、談義というかいろんなお話をですねしていきたいなと、まあ、主なテーマとすると、まあ、今ちょうどここ数回やってきました えーまあ、お花を楽しむ方法ですね長く咲かせるのか、えー、もしくはまた咲かせるために、えー、どういった管理をするのか、まあ、そこからそのまま冬の間の管理っていう感じのところを、まあ、基本テーマにしながら皆さんといろんなお話をしていけたらいいかなと思ってます。 1>, でまあえー、ご1日いますけど、えー、午前、午後の2回になるのか、えー、午後の1回になるのかちょっとまだ、えー、決定にはなっていませんのでまだ決まったらですね、えー、その辺も SNS の方で情報をお出ししていきますとりあえず19日の、えー、金曜日ですね一日、えー、養子屋さんにおりますのでぜひ、えー お越しいただける方はですねシンビストの顔見に来ていただけたら嬉しいなと思います、まあ、いろんなねシンビジウムも合わせて納品もさせていただいたりとかして,しておりますのでその辺の神秘もぜひですね見に来てくださいまたですね途中でえー、っと淡路島の淡路グリーン館さんの方に、えー、がこれからテンが始まっていくんですね、まあ、そこで、えー、植栽の 一部というか植栽にうちの私たちの小型シンビジウムをいろいろとですね使っていただけるということなので途中ちょっと淡路島に寄ってその使っていただける神ンたちを納品してから宝塚の方に行こうかなと思っていますなのでまあもしもですね淡路グリーンカンさんの方のラン店にもですね行ける方 足を運べる方はですね、ぜひ、えーまあ、展示の中のどこかにですね、えー、石田蘭園のテーブル神秘たち、藁、えー、もちょっとあるかな、深山とかがい,、えー、いるかもしれません。まあ、その辺の、ね、シンビジウムたちも、えー、潜んでおると思いますので、ぜひ探してみてください。蘭天がらみで言うと、えー、来月。 に開催される、えー、高知県の牧野植物園も、えー、毎年ですね、ン展を 1, 1ヶ月間ぐらい開催していますけども、そこの植栽でもですね、今年も、えー、使っていただけるお話もいただいてますので、まあ、そ,こそちらもですね、行ける方はですね、えー、シンビジウム <laughs> 探してみてください。あこれが、これ、このちっちゃいのシンビストのやつかなとかってね、えー、見つけていただけると嬉しいし、しゃメしていただいてね、私の SNS なんかにこう、 あの送っってていいいたただりするととっても嬉しいですまあちょっとねこれからランテンシーズンとか始まってきてえまあ何て言うかなえいろんな行事があってまあバタバタしたりまあいろんなところで各地で使っていただけてねう嬉,嬉しいことにもなってくると思います今もね農場で本当にたくさんの種類のシンビジウムたちが咲いている状態ですのでまあこの辺のね ワクワクを全国ずつ裏裏に届けけていけたらいいたらなと思思いいいいながらままたた日々頑張っていきたいと思いますとすりあえず来週の金曜日ですね19日は、えー、宝塚の洋子宮さんに一日シンビストおりますので来られる方ぜひぜひ会いましょう会っていろんなお話をしましょうねよろしくお願いいたします今日はイベントの告知だけですのでこれで終わりたいと思います えー、今日の動画良かったと思ってくださる方は高評価そして、えー、コメントもとってもいただけると嬉しいので、えー、コメントの方もよろしくお願いいたします、えー、チャンネル登録、えー、ぜひですね新年になっても頑張って、えー、投稿しながらじわじわと,、えー、っと増えていってくれてます、えー、大変登録してくださってる方ありがとうございます、まあ、これからも頑張ってですねいろんなお話をしていきたいと思ってますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますではまた